えーと今日のタイトルが「えー、とあのその地獄の道は善意で舗装」っていうのタイトルのですけどなんかあの今、えー、と英語でもともとある格言かなんかなんですけどあの間違った方向に行ってるっていうのを結構分かってない人が多くてでそのじやってることを言ってることが正しいとみんなで思ってたりしてるんですよね。 例えばそのあのなんか日本よくなった方がいいよねっていう風に政治家の人たちって多分本気で思ってると思うんですよね。であの日本よくなった方がいいよねって本気で思ってやった結果っていうのがあの現状の日本なんですけどでその「ニュースピックスではあの落合陽一さんと話した時にその。 まあ日本は衰退してるっていう話になってると思うんですけど日本の衰退って具体的にどういう状況ですかっていうのでっていう質問に対して答えたんですけどあのじゃあ、えー、と日本が衰退するのがどういう状況かって多分日本人が減るが正解なんですよあ正解というかでは、ね、日本人がゼロになったら日本って衰退したよねってなるじゃないですか日本人ってもう世界中にどこにもいません日本人は絶滅しましたこれ日本衰退ですよね ただ日本という国家は残っていて外国の人たちがその選挙権とかを持っていて例えばそのなんかアメリカ人がもう人口の51%を占めてるけど国名としては日本っていう,ていうパターンもまあ,ありうるんですけどっていう形でまあ残るっていうのもあるんですけど、まあ、どちらにしろその日本人という人種というのが減ってくっていうのが多分日本が衰退するということなんですよ。 であの日本の人たちが「あのこの時代よくなかったよね」っていうのって太平洋戦争、まあ、第二次世界大戦っていうのを挙げるんですけど第二次世界大戦っていうのが、まあ、どれくらいひどいことが起きたかっていうとえー、と年年ででで万万人人人ぐらい日本人が死んだんだだすよねああれ3年で70万人だっけまあ、とりあえずあの,その兵隊さんとしてあの、まあ、多くの人が亡くなりましたと。で70万人死ぬってひどいよねーって話なんですけど。 あの現状の今の日本って毎年大体いい40万人から70万人ぐらい日本人が減ってるんですよ。っていうことは太平洋戦争と同じぐらいの人数っていうのが日本人減ってるんですよね。であのこれがなぜ起きてるかっていうとあの今の日本の政治家の政策の結果として日本人が毎年その40万人とか70万人って減っていくっていうのをやってるんですよ。 でそのまあもともとのじゃあ日本ってどうやったら衰退してるっていうのって日本人が減っていくが衰退だとするとあの皆さんが良かれと思って日本人を減らしてるんですよねでじゃあなんで日本人が減ってるかっていうと子供を産むことが難しい状況を作ってるんですよ。であの そのなんかヤンキー系のエースとかでなんかあの若いうちになんかあのやっちゃったら生まれましたって言って子供バンバンいますっていう人っていうのはまあそれなりにいるんですけどあの多くのまともな人っていういや日本ってあの教育がしっかりしてるので大体99%の人ってあの中学に行って高校に行って教育を受けてるんですけど。 で教育を受けた人ってそれなりにちゃんとした生活をしなければいけないというのが植え付けられていてであの、まあ、借金とか次第である程度ちゃんと仕事をしてお金を貯めて子どもにも安定した環境を国に頼らずに自分の働いた給料で子どもを育てるべきだよねっていうふうに思ってるんですよね。 であのその教育を受けてるせいでじゃあ大学行った方がいいよねっていうので今の日本の若者って50%くらいの人が大学に行くんですよなのであの大卒率があの50%ぐらいなんですけどで50%ぐらいで大卒なんですけどその大学生の50%が残念ながらお金がないので奨学金という形で借金を負って大学の学費を払ってるんですよね。 なのであの大学を卒業した段階であの300万とか400万円の借金を持ってスタート廃社会開人として働いてそれを返して下さいってなるんですけどでじゃあ300万400万の借金を返しますっていうのでその、まあ、手取りがじゃあその20万円ちょっとですってなると、まあ、一生懸命生活して借金返してっていうので月にまあ2万円ぐらい返しますっていうのだとあの年間に24万円の返済ができるんですよ。 でそうするとあの利子が全くなかったとしても10年で240万円の返済ができるんですよね。でそうするとあの、まあ、あのちょっとずつ増やしたとしても大体卒業して借金がなくなった頃にはもう30過ぎてるんですよ。であの今の日本人の,あの男性の初婚年齢の平均って31歳らしいんですよね。いやそのあの、まああま 日本の場合って男性が生活をそのあのあ支えるべきだっていう価値観があるのでじゃあ自分が奥さんをちゃんとその結婚して育てて子供が育てられるってなるとやっぱり借金チャラになってからだよねと。で借金チャラになるってやっぱ30超えてるんですよ。で31歳ですと。で同級生と結婚した場合相手の女性も31歳じゃないですか。であの。 生物学的に35歳を超えると高齢出産って言われるんですよ。で、高齢出産ってなんで高齢出産かというと、あの30歳を超えるとダウン症の発症率が上がるんですよ。そのまあ、あのもう、まあ、生物としての構造上しょうがないんですけど、年を取った女の人が子供を産んだ場合にダウン症だったり、遺伝系の病気の発症率が上がるんですよね。なので、その高齢出産って言われるんですけど、じゃあ31歳で結婚しました。 で一応その「婚前交渉をしない」というのがあの世間的なモラルに正しい行為だとすると31歳で結婚しましたであの結婚した瞬間に子育てあの子作りをしました32歳で子供生まれましたであればいいんですけどじゃあ子供もを産むのに3年かかったらもう高齢出産なんですよ。で高齢出産で最初の子供が何らかの遺伝性の疾患がありました。で そんなにお金もないからそれを育てるのはきついよねってなるとじゃあ残念ながら流産にしますと下ろしますとで次ですってなると次36歳です37歳ですってなって40過ぎると相当きついんですよ。不妊治療ってあるんですけどあのなんか5月になんか5万とかなんか払ってやり続けるんですけど残念ながらその40過ぎてから不妊治療で成功することってやっぱあんまりないんですよね。 その借金を追ってスタートして子供作れるようになりましたって言ったとしてもその3年4年のチャンスの間にうまくいけないとあとはそのもう高齢出産と不妊治療コースになっちゃうんですよ。でそれでうまくいきませんでしたって言って子供が作れなかった夫婦っていうのが結構いるんですけどで子供が作れなかった夫婦っていうのもいるんですけどそもそもの借金あります結婚できませんでした給料低いです結婚できませんでしたっていう人も大勢いるんですよ。 で今ね50歳の人の男性の4分の1って未婚なんですよ要はその50歳の人の4分の1の人って結婚を一生のうちに一度もしたことがありません要はその50歳の間に1回も結婚してない人ってその後結婚する割合って確か0.01%とかなんですよ要はその普通結婚ってあのまあ20代30代でするもんじゃないですかでその あの40代になってあのお金持ちとかあのバンバンあの再婚する人は別ですよ。残念ながらその50まで結婚できない人ってやっぱりお金のない人で,で、そうすると結婚したいと思う人もいないんですよ。だってお金のない50代と結婚してもしょうがないでしょ。で、じゃあ女性も50で結婚しても子供なんか作れないんだから結婚してもしょうがないじゃん。っていうのがあって、その4分の1の人って独身のまま終わりますよと。なので あのもしその日本を滅亡させたいのであれば子供を作らせなないが正解なんですよで今のところその4分の1が子供を作らないっていうのに成功してるのでなのであの、まあ、今のところ4分の1作らないと。でだんだんその子供を作る割合減らしていけばもう日本人絶滅には進むので,で今のところ30以上じゃないと子供を作れないってなっててあの平均結婚年齢だんだん上がってるんですよ。 なので平均結婚年齢を35にすると多分日本人ほぼ絶滅するんですよ。要はその子供の産合大体高齢出産だよねってなのであと4年なんですよね。なのであ,のあと4年分平均結婚年齢上げると日本人滅亡は大成功ってなるんででこれを誰が進めてるんですかっていうのでいくとあのえっ、ー、と皆さん日本人と呼ばれる有権者を持っている方々が 投票した政治家という人が進めた政策によって現状が進んでいるのでじゃあそれ誰がやってるかっていうとあの皆さん、えっと、まあ日本人じゃない人も見てるかもしれないですけどあの日本人の方がやってるんですよね積極的に。であの今コメントで、ね「ウィーグル地区」ってやったんですけど。 あの中国のウイグル地区っていうのをじゃあどうやってあの自分たちの中国の地域にするかっていうのであの強制収容所に入れてててて不妊治療をををしてウイグルのの人たちが子供を産めなくすするるっっいうのをやってるんですよねでその結果世界中から「いやそりゃまずいっしょ中国」っていうのでそのウイグルに対しての,その,あのジェノサイドっていうのはよくないよねって世界中からバッシングされてるんですけどじゃあなんで世界中がバッシングするかっていうと。 中国の民族がウイグル人に対して不妊治療を勝手にやってるからバッシングされるんですけど日本で起きてる出来事って日本人が日本人の結婚を遅らせるようにして日本人が日本の子供を増やさないようにしてどんどん絶滅に向けてるんですよあのジェノサイドっていう英語で表現されるんですけどあのジェノサイドって大量虐殺っていう意味なのでその 日本人に対しして虐殺はしないんですよただジェノサイドの意味でいくとあの民族浄化っていう意味もあって要はその民族を絶滅させるという意味でいくとその直接日本人を殺さなかったとしても日本人の子供が生まれないようにするっていうのもジェノサイドなんですよ。要は日本人が一切子供を産みませんでしたってなるとまああの日本人の新しい子供がいないので大体いい平均年齢90だとすると。 あの今年生まれた子供が90歳になったら絶滅するので子供を産まなければ90年後に日本人で絶滅するんですよ。なので日本人をジェノサイドにしようとするとなるべく子供を産まないようにしようっていうのがやると正解なんですけどあの皆さんそれやってらっしゃいますよねっていうのでただあの今回のタイトルが「その地獄の道はあの善意で保存されてる」って言てるんですけどあの多分今選挙で投票してる人ってあの日本を良くしようとか。 まあ政治家も日本を良くしたいと思って多分政治家をやってると思うんですよ。あのタレントとかあの優秀な人って政治家やんないじゃないですか。あの政治家って優秀な人にとっては儲からない仕事なんですよ。あの野々村なんとかさんみたいな無能な人だと政治家って儲かるかもしれないですけど、まあ、例えば僕その今日だけで多分あの酒飲みながらビール飲んでしゃべってますけどあのスパチャだけで多分4 5 0万ぐらいいくと思うんですよね。 なので、あのまあ、政治家でじゃあ年収3000万ですとかって言ってる人って、そのなんか1年間、政治家っていうのやってると思うんですけど、僕、ビール飲んでるだけで、それなりの額に行くので、多分そのあのじゃあ20、月に、じゃあ、20日、ビール飲んでしゃべると、多分僕、月に1000万ぐらい行っちゃうんですよ。要は、その20回酒飲むだけで1000万いくわけじゃないですか。したら,な、ねらな、なんか、3ヶ月、なんか、ビール飲んでると、多分ん3000万ぐらいいくんですよ。 ってなると政治家やる必要なくねってなるじゃないですか。